こんにちは、デリッシュキッチンです。揚げない唐揚げ&レンチンきんぴら弁当を作ります。鶏もも肉 120g は食べやすい大きさに切ります。ビニール袋に入れ、おろしにんにく小さじ1/4、おろし生姜小さじ1/2、めんつゆ大さじ1を加えてよく揉み込みます。片栗粉大さじ2、薄力粉大さじ1を加えて袋を振って全体にまぶしましょう。アルミホイルを敷いた天板に並べ、サラダ油大さじ1をかけ、トースターで15分加熱します。焦げそうな時はアルミホイルをかけましょう。人参3センチは薄切りにします。レンコン3センチも薄切りにしましょう。水にさらして水気を切ります。耐熱容器に切った材料を入れ、みりん小さじ2、めんつゆ小さじ2、輪切りの唐辛子少々、白いりごま少々、ごま油小さじ1を加えて混ぜ合わせます。ふんわりとラップをし、600ワットのレンジで3分加熱してください。取り出したら混ぜてしっかり冷まします。お弁当箱に詰めて完成です。ぜひお試しください。